シンゴとメディアガーデンは、長野県松本市に所在し、品の毎日新聞の松本本社が中核となる複合施設。かつて、松本市宮田に存在していた、品の毎日新聞松本本社を移転新築をする際、新社屋にコミュニティゾーンとショップゾーン、オフィスゾーンを備え、市民に開放するとして開発した複合施設である。飲食店やカフェが中心だが、 県内2店舗目となるアウトドア用品専門店、A、A&F カントリーと県内4店舗目となるザノースフェイスが医療品系で2店舗、テナントで入居している。シンゴとメディアガーデンの商業ゾーンは、投資施設から200メートルも離れていない、松本パルコの経営企業、株式会社パルコがコンサルティングと内装管理を、子会社の株式会社、パルコスペースシステムズは、 内装管理を共に行っている。また、グラフィックデザインを株式会社1の書き、木原正宏が、家具デザインを株式会社、藤森康史アトリエの藤森康氏が、商業ゾーンプロデュースは、メソッドの山田遊ぶ、コミュニティデザインは、スタジオ L の山崎亮が行っている。なお、施設そのものの設計、管理は、下諏訪町出身の世界的な建築家、伊藤富雄の、 株式会社、伊藤富雄建築設計事務所が行っている。飲食店を中心とし、11店舗がテナントとして入ることが発表されている。ここでは、4階、5階の品の毎日、新聞松本本社についても記載する。投資施設では、1階にホール、屋外にスクエア、3階にはスタジオとキッチンがコミュニティスペースとして設置されている。 屋外広場のスクエアは、本町通り、伊勢町通りに面しており、祭り舞台や屋台、イベントの会場として利用することを予定している。3階のスタジオは、座席数90席の多目的スペースであり、防振・防音設備が完備されているほか、基本的音響設備、更衣室も完備している。また、1階のホールは5メートルを超える、天井高持ち、3階のキッチンは、 県内在住の料理研究家、横山隆子が監修した調理台と客席を設置している。当施設の企画プロデューサーとして、東京都の演出家、俳優の串田和美が就任し、施設が持つ情報発信機能を、主として地域が元気になり、発想が豊かになるような地域と共存し合う施設にしたいと意気込んでいる。ありがとうございます。